ほら、家の中でさ、お城の砂まで、お城の砂？砂のお城まで作れるんよ。お城の砂ってなんだ。ただの砂じゃねえか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクジュエーションサロン、夢見の館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回は、ドサコさん、ドサコ大好きな村長さんのいるポニャ村に行ってみたいと思います。ドサコさんあれよね、うちのサブ村にも。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500ベルでご提供いたしますわ。はい、いい夢見せて。まあ、一時期ちょっとね、ライブ配信とかで結構、コメント欄でもいろいろと言ってもらっとったけど、ドサコさん。いいよね。ええ、お任せくださいな。では、夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、ポニャ村に出発。ほい、ポニャ村に到着。え、かわいい。あ、雨が降っている。あ、なるほどね。傘があるよ、傘が。夢の世界へようこそ。あなたは今、ポニャという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、魅惑のポニャの世界をご堪能遊ばせ。あっち側はあれ、池になっとんかな。あ、ぽいね、ぽいね。ここなんかカモっぽいのがおるよね。なるほど。はい、それじゃあちょっとお着替えを。え、こういうなんか綺麗系やね。いいね、いいね。はい、着替えていきます。じゃーん、こんな感じで。あ、意外にもなんか、あれなんやね。綺麗系な村だけど、こういう、なんていうの、着替え？着替えセットは、意外とこういうやんちゃ系。いいね、いいね。この、道のさ、こう、隅っこに花があるのとかめっちゃ可愛いんやけど。あ、ちゃんと岩のところも囲われてる。すげえ。あ、で、こっち側になんか一軒だけあるね。あ、もしかしてこれ村長さんの家とかかな？あ、誰かおった今。住人さんや、住人さん。はい、どうも、何、どうした？なんか、鼻メガネつけてんだけど。お洋服作るよ。まとまさん。お洋服作る？デザイナーさんか何かかな？ごめんね、ちょっと。押すけれど。お邪魔します。良さげな家に住んでる。おー、綺麗。え、めっちゃ綺麗。なるほどね、お洋服。じゃ、服屋さん。これはディスプレイかな？ディスプレイにもこうやって加えさせることができるんよね、バラの花。え、初めて知った。で、服屋さんやけど、作るってことは、多分デザイナー的なこともしよるってことよね。え、超オシャレなんだけど。てか思うんやけど、みんななんでこんなにさ、綺麗に、服屋さんを再現できるの。全然わからないんだけど。はい、左の部屋へ。お？あ、服屋さんだけじゃないんや。左側はケーキ屋さん。え、めっちゃいい。超いい。え、そしてなんか店員さんがうさぎの格好なのもいい。かわいい。いいね、いいね。よきよき。あ、カウンター内には入れない仕組みなのね。で、ここで、ね、ちょっと店員さんとお話ししながら。あ、このカップケーキかわいいな。え、こういうリメイクもあるってこと？なんか上に花乗ってない？めっちゃかわいいんだけど。超絶かわいいんだけど。そしてカラフル。こういうカラフルなのってどうなんやろ？なんか食欲わかんような気がするけど。それでも食べるんかな？でも結構あれよね。アイスとかやったら、カラフルなのあるか。はい、そして、右側の部屋へ。お、右側は？あ、右側は何？部屋なの？普通なんかリゾート的な感じ。ここに泊まるんかな？泊まるんか。ちょっとした南国気分。いいね。ココナッツとかもあるよ。ほら、ヤシの実、ヤシの実。ちょっと待って、起き上がりたい。起き上がりたい。そしてお風呂もあるし、これウクレレ？よきよき。そしてこっちにベッド、スイカ割りもできるよ。家の中で、こう、
なんていう、南の方でできるようなことが、すべてできる感じ。まあ、泳ぎはできんけど、一応ここにサーフボードもあるしね。フグかわいい、フグ。フグ？ハリセンボン？フグかな？かわいい。多分フグよね、これ。多分。多分。なんかね、周りに魚もめっちゃいっぱいおるし、自然に囲まれてる感。よき。ほら、家の中でさ、お城の砂まで、お城の砂？砂のお城まで作れるんよ。お城の砂ってなんだ。ただの砂じゃねえか。はい、そして、上の階へ。お、上の階はなんかあったかそう、すごい。え、ちょっとちゃんと閉めれるように整理して。すごいことになってたよ、今、タンスの中。ぐっちゃぐちゃ。ほら、そして、いいね、暖炉。おい、お、びっくりした。びっくりした。なんか、こう、一階の右側の部屋は南国っていう感じやったけど、上はなんか北国って感じやね。まあ、ここで、暖を取って、温まりながらの、トースト、朝食や朝食。そして、こっちでね、ケイトで編み物をしたりとか、お裁縫したりとか。あ、服作りよんやね、ここで。なるほど。じゃ、ここが、あの、一階中央にあった服屋さんの、ま、店長さん？あの人の部屋ということや。なるほど、なるほど。はい、それじゃあ。ね、ミシンで作りよったっぽいもんね、服を。これあれやね。家の入り口前にはハートマークが。かわいい。なんか一軒だけこっちにあるけん、村長さんの家かなって思ったけど、そんなことは別になかったね。そしてこっち側、橋渡ってこっち側は結構なんか自然溢れる感じ。ね、このさ、この細い切り株？これは一体何を切ったらああなるの？この辺とかチャスの家じゃないに違う？ほら、絶対チャスやと思った。だってうちの村で見たことあるもん。うちのメイン村で見たことあるもん。お、なんか卵がいっぱい。このエリア、よき。よき。はい、そして、2軒目の家に。浜辺にもなんか花がいっぱい植えてあるね。はい、2軒目。家の人は、中かな？お邪魔します。おー、いたいた。あ、すごい。ちょ、なんか商店街みたいな感じかな、ここは。どうも。ボンさん、カフェでバイトしてるの。カフェこの奥か？ちょ、当選簿されてる。めっちゃ当選簿されてるから、ちょ、2階から行くね。お、あ、でも2階もカフェ？ 2 階カフェだね。奥は何なんやろう。なんかちょっと上品な感じのカフェ。私は絶対一人とかでは入れないような感じのお店やね。雰囲気的に。友達と一緒ならまだあれやけど、カフェ自体そんないかんけど、でも、最後に行ったのどこやったっけな？サンマルカフェかどうか。あ、なんか思ったよりもいっぱいマスターハニワいた。ここのレジ前のやつだけかと思ったら。3体いるよ、3体。いいね、いいね。こっちの二人が多分ここのケーキ取ってくれるんよね。で、ここが、レジ打ちやってくれて、この人は何やろ？袋詰めしてくれるんかな？コンビニじゃないけんそんなんないかな？え、でもケーキ袋詰め別にあるよね。お持ち帰り用。はい、そし、なんかより一層当選簿されてる気が。はい、じゃあちょっと地下へ。しか、ここで料理作ってる。なんかいろんな食材あるけど、もしかして奥の部屋はなんかレストランとかそういう感じかな？カフェっていうよりは。どうなんやろ。あ、まあ、そういうの関係なく、ケーキとかももしかしてここで作りよる？この材料とか。牛乳とか小麦粉とか。この辺の、食材も出るってことか。あ、でもなんか確かに、2階のカフェ、別になんか、ケーキだけじゃなくって、
横の方の席でパスタ食べよった人おったよね。ってことは、まあ、そこに提供される食品ということでいいんかな？お、よし。じゃあちょっと、最後に奥に。え、奥はカフェじゃなかった。なるほど。あの子が働いているカフェというのは、2階のカフェのことやったんやね。こっちは中庭？お庭だ、お庭だ。かわいい、綺麗。なるほど、1階部分は外ってことやね。ほえー。ほえー。この岩は、こういう岩とかは、なんかそれぞれ違う形の岩なんやね。これもなんか売ってるの？こういうちょっと、なんやろう。洋風と和風がちょっと合わさった感じ。いいね。パッと見和風な感じの庭、めっちゃ好き。良き。ガチャガチャもね、私ガチャガチャめっちゃ好きやけんね。だって一応お金使ったら何かは出てくるけんね。UFO キャッチャーとかと違って。はい、それじゃあ、誰か今同時に家から出てこん、お、出てきた。見かけない人だね。もしかしてあたいのファン？あたいに会えるなんて夢みたいでしょ。よかったね。確かにアイドルですから、リリアンちゃん。うちの村にはおったことないんよね。はい、それじゃあ、ちょっと3軒目の家。どれや？こっちか？あ、この池の向こう側だね。ん？びっくりした。あ、なるほど、なるほど。低木があったのか。はい、3軒目の家。ここの家の、お、住人さんいる？あ、いる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 。傘を回した。どうも。ドサコが大好き。マーさん、村長さんやね。ドサコさん大好きなのか。個性的な顔してるよね。なんか、十字架みたいな。お、ドサコさんの写真が、きっちり飾られている。なんかすごいおしゃれな部屋。ね、いいね、いいね。今までの2軒がお店っていう感じだったけど、ここはなんかすっごいおしゃれな家。こんなおしゃれな部屋に住んでる友人がいたりとかしたら、あれよね、確実にもうこう、勝ち組の家やもんね。だって外観めっちゃメルヘンチックやったやん。超可愛かったのに、なんかこんなね、上品なインテリア並んでるってどうよ。お、左側は、え、すごい、なんか、え、どうした？社長室みたいな。え、あ、ほら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 、なんか金のバラとかあるしさ。いや、ちょっと像とか置いてあるし。え、なに？まーさん。え、なんか、もしや女社長だったりとかします？え、すごくない？なんか。やばいやばい。うわー、ほら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 、アクセサリーとかね。え、やばすぎやろ。なんかできる女社長やね、絶対。あれ、もしかしてなんか今から出張とかそういう感じ？いや、もしかしたら、まーさんの旦那さんやったりとかするかもしれない。そういう可能性もね、あるよね。あ、奥の部屋めっちゃメルヘンやん。ここがまーさんの部屋かな？椅子の上にワンコが。よきよき。あ、そしてここはあれやね。グルミンと、誰だっけ？これ、ポンポンプリンの子よね。マーティー！この子も可愛いと思う、すごい。好きな言葉をお出かけ。あれ？サンリオ家具の、このサンリオとのコラボキャラは誕生日はないの？今なかったよね。そういうことなのか。これがマーさんかな。幸せいっぱい。やっぱ、外観メルヘンやけん。やのに、中がメルヘンな感じじゃないなって思ったけど、マーさん自身は多分、すごいメルヘン好きなんやろうね。だけど、まあ、夫婦で過ごす共用のリビングスペースは、上品な感じ。お客さんとかも通りやろうしっていう。で、あっちが多分、旦那さんのお部屋で、旦那さんのお部屋っていうか仕事部屋。はい、そして右側の部屋。勝手に結婚してる設定にしとるけど、お、これは、あ、ここはあれか、お風呂場？え、すごい、洗面所めっちゃ広い。え、超広いやん、やば。ね、そして犬もめっちゃおるし。
犬もめっちゃ嬉しい。なんかあれだね、夫婦にしか関係がない部屋は基本メルヘンな感じなんかな。奥さんの意見を多分すごい聞いてくれる旦那さんなんやろうね。え、よきよき。かわいい。白とピンクってかわいいよね。いいよね。なるほど。はい、そして、2階へ。あ、2階にキッチンがあるんやね。まあ、そっか、1階は、まあ、やっぱりお客様用。広々としとったらこういう感じ、2階にキッチンがあったりとかした方がいいんかな。このカメラ可愛いよね。トイカメラめっちゃ可愛いんだけど。あ、ここにもワンコ。めっちゃなんかワンコ盛りだくさんや。いいね、いいね。食洗機の中、お皿とコップが入っとんかな。あ、今日はシチュー、おでんもある。あれかな、ちょっとなんか大人数やってくるみたいな。もしかしたら仕事先の相手とかが仕事場の人たちとかが来るのかもしれない。部下とか。はい、そして地下へ。おお、地下メルヘン。超絶メルヘン。もしかして子供部屋？子供部屋ではないんかな。夫婦の部屋かもしれんね。こうやってテレビとかも置いてあるし、二人でこう座って、落ち着いてテレビを見て過ごしたりとかさ。で、このハートを拾いながら二人でベッドに入ると。いいね。ふわふわしてそう、ベッド。お、びっくりした。クッションがあるのわからなかったわ。こういう感じで、ちょいちょい旦那さんの趣味。趣味なんかどうかわからんけど、リリアンの、リリアンの写真と、この子は、誰だったかな？え、あの子って、あれよね、なんか、確かポケモリにおったっけ？なんかおったような気がする。気がするぞ。はい、それじゃあ。そして、4軒目の家の住人さん、おった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 。男の子。どうも。ヒーさん、ポニャ村へようこそ。来ましたよ、ポニャ村。はい、4軒目の家お邪魔します。え？なんか思っとった感じと違う。もっとカジュアルな感じを想像した。え、ヒーさんの見た目的にもっとカジュアルな感じを想像したのに、めちゃくちゃなりきん風。すごいゴージャスなんだけど。え？何？どうしたの？超絶お金持ちって感じなんですけど。え、やばいやばいやばい。すごいね。何の花束？何があったの？ちょ、左の部屋、見せてもらいます。え？え？何これ？これ、なんか、え、この、これは二つともあれ？マイデザインかな？なんか組み合わせが面白い。そしてなんか端っこに置かれてケーキ。え、別に意味深なわけじゃないよね。意味深なわけじゃないよね。あ、ピーチのやつだっけこれって。これってこういう風になるの？なんかめっちゃ小さくない？パラソル。え、すげえ小さくない？ここは多分まだこれからね、出来上がっていく部屋なのであろう。という感じがする。なんか可愛い組み合わせ。はい、そして奥の部屋へ。あ、可愛い！え、めっちゃ可愛い！いいね、雪だるま家具揃えたらこんな感じになるんや、可愛い。え、てか床とかこういう感じなんやね。へえ、いいな、いいな、いいな。え、雪だるま家具見たことないのとかも結構ある。このテレビとか。え、なんか横にスピーカーくっついとんやね。あ、スピーカーの、なんかここの部分？音が出る部分な、雪だるまの形なんや。いいね、いいね、いいね。私、雪だるま家具あんま持ってないけんな。かわいい。そしてプレゼントいっぱい。よきよき。
はい、そして、右側の部屋へ。お、右側の部屋は、イースター家具がいっぱいあるね。音楽良きよ。私これ好きなんよね。これ可愛くない？このランプ。めっちゃいい。めっちゃいい。私さ、ポケモリでさ、これなんかめっちゃもらうんやけど。この卵のやつ。これ何？あ、タンス？かわいい。収納あんまりできなさそうやけど、これは何？あ、引き出し。なるほど。なんかあの、形が丸いけんさ、デッドスペースがめっちゃありそうよね。これマトリョシカのやつ？かわいい！ひよこ出てきた。あ、そういう感じなんや。へー。で、この卵は、あれなんかな、捨てずに持っといたらこういう風に飾れるってことなのか。捨てずにってかまあ捨てんけど、ぴょん太郎に渡さずに、持ったままやったらこういう感じに飾れるってことなんやね。まあ、だってなんか、村の中とかに置いとったり。あ、そっか。村の中にも置けるんか、卵は。いいね。なんか村のあちこちに卵あるの、すごい可愛いなって思いよったよね。あれ？でも卵、そっか、見た目でわかるんやっけ。それで葉っぱの形にはならんよね。夢でしか反映されんとかじゃないよね。はい、そして、2階へ。お、2階は、アイス系の家具？びっくりした。何気にここに一個だけ雪だるまの家具が。かわいいけども。お、時計か、あれは。いいね、いいね。結構なんかこう、一つ一つの部屋でシリーズもので揃えていってる感じなんよね。なるほど。こういう白いクリスマスツリーがすごく好きです、私。あれやね、なんかこう、アナ雪の、アナ雪の世界みたいな感じで。エルサがおるお城みたいな。いいね。これは棚？おしゃれ。そしてベッドなんかいつも思うけどね。このやつめっちゃ硬そうじゃない？で、なんかふかふか感が。もうちょっと欲しいです。いいね。なんかこういう棚かわいい。めっちゃかわいい。ね、物いっぱい入れたくなるよね。なんかちょっとコスメとか飾ったら綺麗になりそうじゃない？飾り的な感じで。はい、そして地下へ。あ、地下はお風呂や、お風呂。和風なお風呂。あ、すごい！なるほどね。こっち側にはもう、牛乳。アイスも？なるほど、なるほど。銭湯にあるようなセットがね。して、ちょっと扇風機があったりだとか、ゲームまであるんですけど、素晴らしい。素晴らしい。遊べるお風呂や、遊べるお風呂。よきよき。そして、乗り棒の椅子。私、乗り棒がさ、大阪で生まれたキャラクターっていうのを、初めて知ったんよね。お正月の旅行で。乗り棒グッズがめっちゃあったけん、なぜって思ったら、大阪発祥みたいな。えぇってなった。そう、飛び盛りとコラボ、そうよね、これ。飛び盛りとコラボしてるもんね、乗り棒。そう、飛び盛りコラボの、こういう乗り棒の、乗りの容器が、飛び盛りのキャラクター、しずえさんとか、ケントくんとか、になっとるやつもあった。商品が。可愛かった、めっちゃ。シリーズもので揃えるの良き。可愛い。でもなんか揃えて、家具置いたらすごい圧巻な感じなんやけど、でもまあそれを揃えるまでがすごい大変よね、絶対。絶対揃えれんもん、私そんなの。なんか途中で挫折しそう。どうも、リッキー。持ってる傘可愛くない、リッキー。なんか重いけどさ、この組み合わせ？あ、なんかプレゼント置いとった。この傘の柄の組み合わせと色ってなんかめっちゃマイメロっぽくない？いや、私ずっと思いよったよね、あれ。前メロっぽいなーって。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に
再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。私もなんか一つぐらいシリーズものをコンプリートしたいな。奥岡はとりあえず別として。